間違いいやすす。ルルールを解説しますボールを投げるとき必ず両足を床につけた状態からモーションに入らなければならない片足が投球中に自然と上がってもよいショットモーションに入ってから足が1秒以上上がっていると反則ボールをリリースした後にテーブルに一切触れてはならない以上の行為は投球無効になりますショットモーションに入る前に足を上げてしまうと反則になります 7分時間制限を採用します。時間終了と宣言された時点でカップ差が3個以内ならラストターンを行います先行後校は関係ありません時間終了と宣言された時点で残りカップ数を確認しましょう3カップ差の以上の場合はそのまま終了となりますラストターンは行いません時間です同点の場合は10対10のサドンデスを行います サドンデスは最後に投げたチームの相手側が先行です1ターン内に一方が決めて一方が決められなかった場合その時点で勝敗が決まる両方とも決めた両方とも外した場合は決着まで続きます ラストターンの進行方法負けているチームが投げていない状態で時間が来た場合時間です。負けているチームが投げていない状態負けているチームが1ターン投げますを追いつけなければ試合終了終了負けているチームが投げている状態で時間が来た場合時間です負けているチームが投げている状態の場合 負けているチームがカップ差関係なくそのまま続行お互いに1ターンずつ投げて試合終了最後まで同点差どんですや逆転勝利の可能性がありますバウンドカットルール通常のストレート投球はボールがカップに当たるまではボールに触れることはできませんがカップに当たった後はカットすることができますバウンドショット成功した場合は2カップカウントされます ただしバウンドショットはカップに当たる前からカットすることができます。バウンドショット成功2カップカウントバウンドショットはテーブルに当たる時点カットできます。ゲーム開始前にバウンド宣言したプレイヤーのバウンドショットは通常ショット扱いとなりカップ接触前のカットや2カップカウントは適用されません。バウンド宣言したプレイヤーゲーム終了までバウンドショットしか投げられません。バウンドショットを成功した場合は1カップのみカウントされます。試合開始の前にバウンドショット宣言 バウンドショット宣言したプレイヤーは1カップのみカウントされます不明点や質問があったらコメントしてください <music>